なんだお前、大舞台の戦いに任せろ。俺は肌からお前がプロレス界の天下を取るって予言してるから、ここはブルーブルと一緒に共同しましょうか。兄弟でしょ、お客さん。クレームだけはすんなよ。軸は小田さん、俺から目を離したらお前俺以外の試合も面白く見れないぞ。そういうことだな。どんどん新しい風が吹いてくるな、そこは。いいか、ボケっとしてんなよ、お前。あいつらお前、これで協力してくれたら暖房で使ってる。ただ、俺は菅原君の対応だから。そこだけ感謝する。うまいこと交わることはまあまあしょうがないわな、ないわ。ただこれからゼロワン面白くしていこうよ、お前。他の団体に客取られてお前ちゃうぞ、お前。俺らかてしのぎ大変なんや。客の財布からいっぱい抜き出す。副社長、アイディアあんねやろ、お前。いっぱい出してくれや。俺らはそれに従うからよ。なあ、バザー健康。だからよ、これからよ、がっちりとやっていこうや。喧嘩せんとよ。お前はさっきも言ったような勘違いするんだろ。いいか、俺副社長な、協力してくれるんだよ。いやー、しびれるな。俺が欲しかったんこれよ。誰も俺にこんなこと言うなやつおれへんか。俺が欲しい理由分かったか、分かったか。これが神風やね。いいか、ただお前一回でも俺に逆らってんの。お前ら三人だ。二度とあげないぞ。いいか、分かったか。そこだ。おい、あんなこと言うとるけど、俺らのことは愛しとんちゃうか。後でゆっくり用意してくれ。まあ今日は何もあれやけど、この後六本木でちょっとゆっくり飲んでよ。お姉ちゃん過去で、あいつもお姉ちゃん後だったらよ、気があるから。そういうことや。まあそういうこっちゃ。めでたしめでたし。ご視聴ありがとうございました。新規模ファーストリングでランク減れてか、こいつを
人気者だね。俺もさ、ちょっとそのベルト欲しいな。でもね、もう一つ言いたいことがあるの。ひらが、俺、お前、殴りたい。これまででもいいから、ハムちゃん。ひらが殴りたいんだよ。お、なんですか。なんか嫌いなんだよね。なんかさ、てめえの顔見てるとムカつくんだよ。じゃあ野沢さんも参加ってことにいいですか。ありがとうございます。おい、挑戦者が増えるからな。チャンピオンからしたら大歓迎だ。おい、いいやつさすが新規場で、てめえらの中で挑戦者決めろ。誰が挑戦者になろうかな。このセロマンの2冠はこのハーフだ。いやそう、負けちまったな、今日。いやなんかある？いや、まあ、おい、何やってんだ、おい。俺が9月の展開中傷して、ビリー・タイガースにお前に託したんだ、タックのベルトは。俺がシングル防衛続けるなよ。おい、タック、ビリー・タイガース頼んだぞ、おい。おい、下向くなよ、おい。ゼロワンどうなってんだ、おい。俺のねえことどうなってんだ、おい。展開中傷やっつったらな、俺は大阪、沖縄行こうからな、ずっと夢見てた舞台だ。その優勝、最後の願いが、こんな扱いでいいのか、おい。どういうことだろ、ふざけんなよ、おい。ゼロワン、俺らがな、エントリーされたみんな、必死やってんだ。おい、命かけてな、1、3試合戦ってんだよ。その願いは何だと思ってんだ、ふざけんな、おい。それから、この二冠のベルト、この二冠のベルトに、ヤッシー、イラが続々とな、挑戦権求めてきたけどな、まだまだいるだろう、おい。ミエオン、おめえそれでいいのか。菅原、てめえもそれでいいのか。おい、こんなんでいいのか、おい。もっともっと集まってこいよ。おい、この俺からベルト取れると思うね、おい。2月20日、新木場で、なんでもいいよ。ロイヤルランブルでも、バトルウィガルでも、なんでもやれよ。それで、誰か最強の実力も、運も身につけたやつ、誰でもいい、挑戦してこいよ。おい、あとは頼むぞ。